2022年6月28日、久留米記念競輪最終日決勝12レースの予想をしたいと思います。中野カップレースで、並びが、大分、まあ、九州4社ですね。大分の阿部と沖縄伊藤相馬、日立翼に、熊本の伊藤明ですね。あとは福島渡辺和成、成田和也。で、中部で竹内に岡本。で、郡司が短期という、まあ、4分線です。で九州が4社連携なんですけど、まあ、去年10月に日の国杯争奪戦 in 久留米っていう、まあ、レースがあって、その決勝ではその格上の北鶴が熊本勢を引っ張って、神奈川雨竜の熊本ワンツーに貢献したっていうことがありました。で今回北鶴の前は大分沖縄なんですけど、まあ、後ろが熊本で、まあ、ここは4社連携で北鶴を勝たせる競争するんじゃないかと、その去年10月の、まあ、恩返しじゃないですけどね、まあ、そうなるんじゃないですかね。で、まあ、すんなりいけば三段掛けから北鶴が優勝するということで、まあ、情けは人のためならずというね、ことわざがありますけど、巡り巡っていいタイミングで同じ久留米で、いいお膳立ての決勝が来たっていう感じだと思います。でまあ、気がかりがあるとすれば、その北鶴自身がその三段掛けするような器用さがないってことですよね。だから自分のタイミングで残り半周で踏み込めば、まあ、突き抜ける足があるんですけど、三段掛けの3番手走ってこう順々に前踏んでいけるのかなっていうところですよね。であともう一つは、その阿部、大分の阿部の出来が良くて、4社のラインの先頭で犠牲先行するのはもったいないくらいだということですよね。だから阿部がその誰も叩きに来ないで、阿部がマイペースで逃げたら、実はその3番手から届くんかなみたいな。でただまあ勝負どころで番手の伊藤相馬がバーンって出ていくんでしょうけどね、まあ、そんな話になってんじゃないですかね。はい、まあ、北鶴もまあ、不器用ではありますが、前の、まあ、伊藤相馬の後輪を見て走るだけなら、まあ、大丈夫なんじゃないかと、まあ、ここは楽観視してみたいと思います。で先頭の阿部の出来の良さも、まあ、主導権取りには好都合で、別のラインを出させないとか抑え切って、主導権取るのはできるんじゃないかと思うん で結果的に三段掛けが決まって、北鶴の優勝が決まるんじゃないかと思います。で2着は本戦マーク、熊本の伊藤明ですけど、まあ、その位置は、まあ、狙われそうではありますね。まあ、郡司が飛ばすなりして、そこを追走したら北鶴郡司になるということで、1から8、2の2点としたいと思います。久留米記念競輪最終日決勝12レースの予想でした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。